E993 系電車は東日本旅客鉄道が次世代通勤車両を目指して技術開発を行っていた試験用電車である。2002年1月に5両編成1本が製造され AC トレインの愛称が与えられていた AC はアドバンストコミューターを意味する車両のデザイン開発は GK インダストリアルデザインが担当した統計列は 試験車両であるため、同一の編成内に、内装、外装、車体構造などに、複数のバリエーションを有していた。特急タイプの車内モニター画面もともとは山手線に投入する車両について、技術導入するための研究であったが、2001年度から2004年度の E231K500 番台車両導入に、伴い中央線快速や、 最強線に投入する車両を考慮した開発に変化していった。当然ながら試験車両である以上、そのままこの試験車両が営業車両そのものになるわけではなかった。申請から廃車まで最強、川越線の川越電車区に所属し、試験走行が最強線や中央本線で行われた。2002年9月には一般公開試験も行われた。 編成は区配 E993 系、サハ E993 系、モハ E993 系、モハ E992 系、区配 E992 系の5両で構成され、次世代通勤車両の試験車らしい斬新な機構が多数盛り込まれていた。客用扉は、サハ E993 が大外は、客室空間の拡大を狙った外釣り式である。台車には、 JR の在来専用電車としては採用例の少ない連接構造を採用し、さらに東芝が開発、製造した DDM を採用しており、メンテナンスの省力化と騒音の減少効果を狙っていた。中間車の一部には特急タイプの内装が施されており、パソコン用電源やモニタ画面が設置されていた。車体には JR 東日本のコーポレートカラーである。 深緑色の帯が扉部分にも巻かれていた。運転室はクハイ、e、E992 型が一般的な高さの運転台、クハイ、e、E993 型は高運転台構造になっており、クハイ、e、E992 型ではグラスコックピットを導入した。前面の行き先表示器にはフルカラー LED 式を採用した。その他 ATSP 車上装置では、 戦闘部の制御装置が故障しても最後部の装置で運転が可能なようにバックアップ機能を導入した。室内の座席は、サハイ993型を除いてロングシート。視覚障害者への配慮として一部の扉にはドア開閉灯を設置したり、ユニバーサルデザインとして一部のつり革の色を黒色とするほか、ドア付近に黄色いペイントを施して目立たせていた。 また、一部車両では、ドア制御ができなくなった際に隣接する制御装置を使用するバックアップ機能を導入していた。モハイ993型は、当時の東急車両製造、新日本製鉄と JR 東日本の3社の共同研究により、製造された、世界で初めて構え体に、レーザー溶接を採用したステンレス車両である。 2004年以降に製造された車両から統計列の試験結果を一部反映した車両が登場している。同年度以降に、構図車両センターと小山車両センター向けに投入された E231 系均衡タイプには、グラスコックピットドア開閉等、ドア制御のバックアップ機能が反映された。そして、2005年7月9日から常磐線で、 営業運転を開始した E531 系には、釣りカーの形状変更や、バリアフリー対策による、車内ドア周りの視認性向上も反映された。さらに、2006年10月に落成し、同年12月26日から、中央線快速で営業運転を開始した E233 系においては、前日の2系列で反映されたものはもちろん、 フルカラー LED 表示器についても反映された。また、連接構造や DDM といった統計列で試験された技術の実用化を検証するための営業用車両として、2006年3月に E331 系量産線攻車が落成し、翌2007年3月18日から京葉線で営業運転が開始された。宇都宮郡山は EF8195。 牽引で、廃車改装2006年7月12日から13日にかけて、川越車両センターから郡山総合車両センターへ改装され、翌14日付で廃車された。その後、同年7月22日の同センターの一般公開時に、最後の展示が行われ、公開終了後の同年9月下旬に解体された。ありがとうございます。